皆さんこんにちは。消費税は預かり税ではない、益税もないということを2月10日の内閣委員会で現地を取りました、衆議院の高谷亮と申します。先ほど福田先生が財務省は嘘つきでどうしようもないと言ってましたけども、私の場合は内閣委員会で正直に消費税は預かり税ではないと、益税もないというふうに答えられたのでびっくりしました。私が用意してた答弁は絶対に認めないというふうに想定をして作っていたもんで、あたふたしまして、その後全部アドリブでやったという非常に稀なケースだと思っております。あれが本当にヒットして皆さんが戦いやすくなったといいますか、そういうことに貢献できて非常に良かったなと思ってます。今でにタレントだか経営者だかわからないドラえもんみたいな名前の方がね、いろいろと吠えてますけども、お金の流れを見ると分かりやすいんですよね。どの業界も、例えば財務省もそうですね、出世、経団連はやっぱり自分たちの利益の最大化、株主優先、それからマスコミはやっぱりスポンサー、経団連が大事、それから御用学者、NHK に出ることでギャラが倍に跳ね上がるとか、お金の流れを追っかけできれば必ず何をしたいのかっていうのは分かるので、その何が正しいか間違ってるかというよりも、お金を見れば全て、分かるのかなと、そういうふうに思ってて。で、なんで、この消費税、インボイスがデタラメかと私は思うかというと、税の、先ほど山田先生も言われてましたけれども、三原則、あるじゃないですか。簡素、中立、公平。どこが簡素なんですか？この間朝まで生テレビに出た時に、田原さんから、高谷さん、インボイスって何なの？田原総一郎さんですよ。田原さんがインボイスを分かってない。私答えましたよ。田原さんでも分かってないぐらい難しいんですよ。だからなんでこんなもん導入するんですかと、そういうふうに答えたんです。あと、ひろゆきさんね。その日の早い時間はひろゆきさんとアベマ TV で岡本麻也さんと一緒に登壇しましたけども、あの時に彼が詭弁を言ってたのは、要するに、八百屋さん、1100万円での売り上げがあります。900万円が経費で消えていきます。残り200万とか100万しか残りません。じゃあ声優の皆さん、900万円の売り上げがあります。ほとんど自分の利益になるでしょう。そういうのが不公平じゃないですか、ひろゆきさん言ったんですね。デタラメなんですよ、そんなもん。だって、薄利多売でやる商売と自分の腕一本でやる商売全く違う。そこを比べて詭弁を言うんですね。こういうことがネットの世界でも、ああいう、テレビの世界でも横行してます。こういうデタラメをですね、一個一個しらみつぶしにやっていかなきゃいけないっていうのが本当に大変で、昨日もそこにいらっしゃる神田先生と茂原の、私の地元の茂原の方で中小企業家同友会の経営者たちに、レクチャーをしてきたんですけども、やはり消費税やインボイスのことを詳しく説明できる人って手は上がらないですね。経営者ですら分からない。ということは、一般の市民の皆さん、国民の皆さんは分かるわけがないんですよ。それが10月から導入されようとしてるっていう、この異常な状況。これマスコミさんにも責任ありますね。正しく報道してこなかった。マスコミはあんまり非難したくもないですけども。で、経団連は経団連で自分たちの利益を最大化するために消費税も上げろという、最近も会長が言ってましたね、経団連の。それをみんな強いものばっかりを応援するという、この今の日本のこの最悪な状況、弱い者いじめ、まかり通ってる。子供たちに大人は弱い者いじめするなと教育するのに、大人たちが弱い者いじめしてどうするんですか？そんなもん、自殺もなくならないですよ。という怒りを持って、私は今、政治家というよりも一人間として、今日ストップインボイスの安倍さんも来てます。先ほど熱いのも聞かせていただきましたけど、同じ気持ちです。私も35年商売やってて、消費税に本当に苦しんできた一人ですので、いかにデタラメかというのは、これからも追求をしていって、消費税の減税、いずれ廃止、そしてインボイスなんか持ってのほか、こんな弱い者いじめのデタラメな制度ないです。預かり税でもないし、益税でもないんだから、そこに何にももう導入する根拠がないんです。ということを訴えていきたいと。もう皆さんと連帯して、もう最後まで、もう同志だと思ってますので、政治家というよりも一個人として、しっかりと戦っていきたい。そういう思いでいっぱいです。頑張っていきましょう。ありがとうございます。